エルビーバービーズ麦坂理恵と小谷由里と朝比奈鈴鹿です。はい、皆さん、はい、ヤフー知恵袋って知ってますか？知ってる。たまに見るよ。見る見る。なんか結構役に立つ書いてあったり、書いてあったり、うん、そう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 、自分のね、あの気になったこととか、うん、あと相談とかね、うん、質問とかを書き込んで、うん、それを見た不特定多数の人が回答していくっていうやつなんですけども、うん、はい、まあ、その中にですね、うん、アダルトカテゴリーっていうコーナーがあるの知ってますか？項目で、項目、知らない。通称アダカテ、アダカテ、アダカテ、アダカテ。そちらの Q&A がね、うん、わー、いろいろ面白いんですよ。へえ。というわけで今回はただただエロ面白い Q&A を読み上げていくだけの企画になります。イエーイ。お願いマスター、ちょいと話を聞いて。いろいろと読み上げていきたいと思いますよ。はい、まずはこちら、はい、月に2回風俗店を利用するのは人としてヤバいですか？質問する意味。こちらのベストアンサー。ヤバくはないですね。そういう人生もありだと思いますね。ちなみに私は月1ですね。大いに楽しみましょうね。どういうものに言っていますか？私は巨乳ヘルスです。すごい、あの語りかけてるよね。なんとかだよね。質問返しだしね。とかだよね。やばいね。まあ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 。衝撃、涙が止まらない。月何回とかわかんないけどさ。うん、多い方なのかな。多いのかな。わかんない。平均がどのぐらいなんだろうね。わかんない。まあでも、あの人間としてはヤバくないっていう回答だよね。そうだね。よかったね。そういうことですよね。はい。ヤバくない。正常です。うん、では続いて。猥褻で捕まる人ってなんで風俗で性欲処理をしようと思わないのですかね。あ、これはでも思うね。確かに確かに。ベストアンサー、うん、坊やだからさ。どういうこと？どういうこと？全然わかんない。え、坊や。あ、これ、あ、シャアの名台詞なんですね、これね。シャア、え、あの、シャア、ガンダム、ガンダムのね、シャアのね。あ、そうなのね。わかんなかった。それを持ち出してきたのね。あ、でもこれ私めっちゃ思う、うん、なんか、まあね、捕まるぐらいだったら、うん、だから風俗行ってよ、うん、でも風俗じゃ満足できないんじゃない。そういうことか。そういうこと、重症だね。それ捕まるわな。そうですね。そう、気をつけようね、坊や。続きまして、はい、どんなブラが好き？どんなブラ？こちらの、あのベストアンサーがですね、え、ブラブラが好きです。あ、続きまして質問です。はい、友達からオナホールをもらうことになりました。おうおうおう。公園にあったらしいんですが、しっかり洗えば使えますか？え、公園あかんやろ。あかんやろ。あれ、一回使い切るやね。あ、そう、そうなの。最近はでも、え、多分、え、え、え、あれって使い回し的にあるんだよ。いいやつ、いいやつ。え、多分ね、知らない、知らない、知らない。ベストアンサー、ベストアンサー、はいはい。あまり、あまりおすすめはしませんね。うん、まあ、使えるかもしれませんが。前向き、前向き。え、それは公園に置いてあって、まだ未開封だったってことかな。え、違うんじゃない？怖いよね。開いてるやつなんか無理じゃない？絶対嫌だ。嫌だ。使わないけど、使わないけど。病気になるよ、絶対。絶対やめて。誰が言ったんだ。絶対やめて。やめた方がいい。はい。ちゃんと買いましょう。そうですね。顔、うん。それが、懸命だね、うん。続きまして。はい。男子はなんであんなにおっぱいが好きなんですか？え、これは本当わかる。言いたい。言いたい。なんだろう。だって私、この二人に囲まれててすごい思う。なんか本当、もうちょっと違うとこも見てよって。ベストアンサーは、はい、遺伝子に聞いてください。あ、そうだね。男の人は自分にないから好きみたいなことじゃない？そうだね。男の人は結構さ、筋肉っていうかさ、うんうん、ゴツゴツしてて、うん、おっぱいが多分柔らかいから、ふわふわしてるよね。そう、なんかあれじゃない、こういいのかな、母性。ちょっと手やめようかな。自分のお肉触っといて。確かに。ね、本当にもう、続きまして、はい、ムラムラしている奥様はいますか？誘いですか？誘い。すごいな。ベストアンサー、うん、少々ムラムラしております。あなたはよく見かけますが、お仕事は？もうここでやり取りしないでよ、ここで。じゃあこの答えを出した人もここをよく見てて、そうね、この人よくいるなって思ってたってこと。そういうことだね。もう早く会えばいいじゃん。会っちゃえばいいし。
出会い系になってるよねこれね。すごいね、こんな使い方があるんだ。そうな、あだかでってすごいね。すごいね。え、これで会ったりするってこと？そうじゃん、あるんじゃない。もう多分この方々個人的に多分今やり取りしてはるよね。はい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 、やらしい、やらしい、やらしい、もうベストアンサーすごいね。続きまして、はい、舌に落ちたサンドイッチ食べちゃダメかな。え、これアダルトなの？ちょっと確かに。ああそっか、これアダルト、アダルト、どこが？サンドイッチって私たちの思ってるやつじゃないのかな。え、あ、他にサンドイッチがある。でも落ちないよね。え、落ちないよね。あのベストアンサー見てみようかね、はいはい、あ、ポンポンが痛くなるよ。普通やな、普通やな。え、どういうこと？分かった、なんでアダルトカテゴリーか。何言っていい？多分落ちて食べてお腹壊して下スプレーがいいってことじゃない？違う、そんな先まで考えた。すごいね、リエちゃんの発想すごいね。いや、この人がすごいんだきっと。そういうこと、先を見越したあれだよね。いやー、お腹も壊したくないな。気をつけましょう、はい。続きまして、はい、奥様に質問です。普段真面目に見られるけど実はスケベ女ですか？じゃ、奥様じゃないから分かんない。そうだよ。ベストアンサー、うん、もう寝なよ。以上です。冷たいね、奥様冷たいね。すごいね、あしらってる感じがすごい。絵文字めっちゃ、こんな可愛い絵文字だよ。もう寝なよ。すごい、やばー。そうだ、寝た方がいいかもね。そうだね、もうとりあえず寝ろってことだ、うん、夢の中でね、うん、続きまして、はい、なぜあだかてには同じことを何度も質問する人がいるのでしょうか。全く意味が分かりません。分かる人いますか？ごめん、多分同じ意見だわ。純粋ななんかクレームですねこれね。そうだ。ベストアンサー、バカなんです。よくぞ言った。続きまして、はい、アダルトフィギュアって買って何するんですか？うん、買ってない人が気になってる。あれじゃ、お話とかするんじゃない？そう、出た、ただいまみたいな。そこでとどまってたらいいけどね。確かに。ベストアンサー、いろんな角度から見てニヤニヤする。でもフィギュアってそういうもんだよね、うん、きっとね。そう、まあ、見るものだよね。角度から見て、あ、かっこいいな、かわいいなって見るもんだから、うんうん、まあ自由でいいんじゃない？まあそうだよね。どっか人でね。いや、全然わからん。私ちょっとわかるんだ。アニメ好きだからさ、可愛い女の子のフィギュアでさ、こうスカートになってて、パンツが、まあ、ちょっと見えるんだけど、まあまあフィギュアだからさ、中まで見えないじゃん。だからそれをいろんな角度から見て。見てんの？いや、持ってないけど、私はさ、善逸のさ、善逸のフィギュアとかしか持ってないよ。鬼滅の刃、ね。パンツとか見てるの？見てないよ。善逸のパンツはね、黄色だと思うけど、見てないけどさ。確かに。黄色のトランクスだと思うんだけど。確かに。見てない、見てない、見てない、見てない。でもいろんな角度から。まあ見ましょう、フィギュア持ってるからね。なるほどね。続きましてね、はい、ポンポコ山のたぬきさんはおっぱい飲んでねんねするんですか？あ、歌？そうだね、あるよね。ベストアンサー、げんこつ山です。さすが、ツッコミ、そこでポンポコ山じゃないっていうね。あ、そういうことね。あ、そうだよ、そうだよ。ポンポコ山ただのたぬきだよね。間違いない。あ、間違ってるねって。続きましてはね、恋したい、どこに落ちてる？来ました、これ。ちょっとロマンティックじゃない？これ。ロマンティックだね。可愛いね。女の子っぽいね。好きな。どこに落ちてるのかな？ベストアンサーは、はい、落としたところが近すぎて気づいてないのかな？深い、ね。俺のそばで落ちたよ。ちょっと怖いな。それタバロッコって感じ。なんか途中まではちょっとなんか、よかったよかった、ちょっとキラキラした感じだったの、最後のがちょっと怖い、おってなった。俺のそばだよ、やばい、今あなたの後ろにいるよみたいな。怖い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 、ほら。続きましてね、はい、電車の向かいの席で寝ていたおっさんが、はい、急に思いっきりバンザイしながら転げ落ちました。なんで？知らんわ、知らんわ。なんでやろうな。ベストアンサー、痴漢に間違われ身の潔白を示す万歳するも、ああ無防備となった股間に強烈な一撃を受ける夢を見たのだと思います。あ、想像してあげてるんだ。すごいね、夢でってことね、夢落ちね。想像力がもう半端ないわ。でも言うもんね、痴漢に間違われそうになったら万歳しろって、うん、言うよね、うん、そう、確かに確かに、そうか、その間に股間を
蹴られたっていう夢で落ちたっていうそんなことあるじゃん。それはこのおじさんに聞いた方がよかったね。間違いない。逆にそういう夢を見たことあったら教えてほしい。確かに。続きましてはね、なんだろうな、これ女子に質問。おお。服着たまま泳いだりしてパンツまで濡れたことありますか？普通濡れない。そうだよね。ベストアンサー、服着たまま泳いでパンツ濡れないってどういう状況？そうだよ、そのまんまだよ。間違いない。だから昔ね、プールで監視やってた時に、洋服着たままこう泳いで人を助ける訓練やったけど、パンツは濡れましたよ。濡れたのね。続きましてはですね、はい、男に乳首って言いますか？言うんじゃないの。でも確かにちょっと意味ある。私もちょっと思うんだ、それ。失礼かな。ベストアンサー、はい、なぜあるのか説明するのには時間がかかるのでここではやめます。でもなかったら、うん、何もつるってことでしょ、うん、どう見栄えが悪いか、もう肌色ってこと。そう、肌色ちょっと怖くない？なんかちょっとね、気持ち悪いね。怖くないんだよね。あった方がいいと思う。あった方がいいと思う。そうだよね、見た目的な問題で大丈夫です。続きましては、はい、あ、まだ女性に質問です。はい、はい、ご主人や彼氏に不満はありますか？すごいね、リアルな質問だね。直球な。これは誰がどう答えるんだろうね。確かに。ベストアンサーは、うん、不満はありませんけど、うん、強いて言えば、うん、新しいプラモデルを買うときは前に買ったものを完成させてからにしてほしいなと思うときはあります。切実やな。そうね。ちょっと平和だね、なんか可愛いね、うん、ここまで来たらね、なんか今までがちょっと、うん、そうね、カオスだったからね。確かに確かに。ほんなら次は、はい、お前らの夫はチンチンブラブラしますか？私の夫はチンチンブラブラします。どういうこと？え、普段お家でってこと？こういうことだよね、多分ね。お家でこうやってやってるってこと？多分裸でってことだよ、多分。そういうこと？お風呂上がりとかにこうやってやってるってこと？小学生とか やるよね。やる？あれ？これね、ベストアンサーがですね、はい、そうですね、金引きずって歩いてます。どういうこと？そこそこはね、そこはまたちょっと違うじゃない。ゆうちゃん着眼だけど、やばいやばい。すごい長いってことでしょ。すごい歩き方してるってこと。歩き方の問題か。パンツから溢れちゃう。くるくるくるってして。私たちは一体何を喋ってるの。皆さん次でラストになります。はい、最後は、はい、シリガルは好きですか？そんな人いるの？ベストアンサーはですね、シリガル女は例外なくケツがでかいから好きですね。そうなの？そうなんだね。初めて聞いた。初めて聞いた。そういう統計を取ったのかなってこと。そういうことだ。なんでなんだろうね。お尻大きい人は声かけたらついてくるみたいなこと。そういうこと。そういうこと。どうだろう、でかいんだ。あんまりお尻にくない。うん、私もみんなお尻ちっちゃいです。よかった、シリガルじゃないです。シリガルじゃないです。シリガルです。なんかやだな、シリガル。やだね。軽いけど、おいだ。すごい質問だね。以上。というわけで、こんな感じだったんですけど、どうでしたか？なんか面白い質問もあるし、ロマンティックなのもあったし、うんうん、面白かった。そうね、ここはなんか壁張りをね、そう見たことないから。そうだよね、初めて。こんな真剣に見ない。見ないよね。真剣に見て語り合わない。ちょっとさ、答えてみようかな。いいかも。いいじゃん、ことたりゆり。名前出んのか、これちょっと言い出せるやつ。それは嫌だな。勝負しよう、今度。なんかそういう企画でね、誰がベストアンサーに選ぶ。なるほどね。いいかもしれない。はい、それでは以上、ただただアダルトカテゴリーを読んでみたでした。チャンネル登録よろしくね。お願いマスター、ちょいと話を聞いて、振られたの男なんて、あ、優しいマスター、来るのでしょうか。